今日は我が家の閣下に真心を込めてイチジクのカクテルをお作りします。もうすぐ旬も終盤、つい買いすぎてしまったイチジクで試作をしていたら美味しいレシピにたどり着いたので、動画にしつつ我が家の最高権力に献上したいと思います。決して財源の無駄遣いを咎められないようにするためではないのですよ。ちなみに今回のテーマは赤ワインとイチジクのノンアルコールカクテル。余った赤ワインをとちゃくそ鍋にぶち込んでジャムにし、アルコールが飲めない人の味覚にも無理やり酒の風味をぶち込んでやろうという恐怖のレシピなのであります。下校のリスナーさんを標的にしながら自分は言い逃れできるようにしておく。我ながらまさにアルハラの鏡と言えるでしょう。この動画はそんな酒粕がお送りするハラスメント動画ではありますが、それでもよければお付き合いくださいませ。まずはカットしたイチジクにお砂糖と着想ぶち込んでファイヤーし、ジャムの下地を作っていきましょう。イチジク2個に対しお砂糖は 30g、 焦がさないように弱火でじっくり火を通します。時折ヘラでぐしゃぐしゃしながら全体を細かく潰していきましょう。いい感じになったところで赤ワインとシナモンパウダーを投入し、アルコールが残らないようしっかり煮詰めていきます。時間が経つとだんだんいい香りが漂ってきます。このコンビ本当にたまりません。ピカチュウとサッチくらい相性が抜群です。最近は我が家で遊べるゲームが多数増えており、それについていくように閣下のゲーム力も格段に上がりました。基本昔からゲームっ子だった私の方が慣れてるゲームが多いのですが、ものによっては閣下の方が上手いですね。最近は桃太郎電鉄というスゴロクゲームを超長めの100年モードで時間をかけてプレイしているのですが、現在閣下がプラス4000億円、私はマイナス500億円、圧倒的な力の差を感じております。なかなかの大差がついております。サッカーで例えるなら5対0くらいでしょうか。しかし諦めたらそこで試合終了というもの。残りの60年で必ずや閣下に追いついてみせます。こう聞くと逆転する当てがありそうに思うじゃないですか。そうなんですよ、全くございません。まあでもあれですよ、人生は気の持ちようだなと思うことが最近多いのです。失敗しても前向きに持っていけるかどうかで次の結果も意外と変わるもんです。それでもできないときは仲間に頼ればいい、そう誰かが言っていた気がします。ですので閣下、まあ自分のちょっとでいいので今から手加減していただけませんかね。あ、ダメですよね。おなじみになりつつあるおまけコーナー、今回は先ほどのカクテルに酒をぶち込んだバージョンを作ってみましょう。もちろん閣下がいない間に。食材の在庫処理はバレなければ大丈夫なのです。バレなければ。言い忘れていましたが、ジャムを作るのが苦手な方は市販品でも OK です。濃厚なイチジクフレーバーを楽しんでいただけると嬉しいです。試してはいませんが、ブドウジャムとかも相性良さげな気がします。先ほどはたまたまボロ負けしているゲームの話でしたが、追加ゲームの点数は私の方が勝っています。ギリッギリですが勝ちは勝ちです。閣下は必死で私の最高得点を追い越そうとしていますが、どうか越されないよう祈るばかりです。カットしたイチジクに先ほど手作りしたジャムをぶち込み、赤ワインを投入してブランデーをマージホンのちょっと投入、ブレンダーでブイブイ言わせた後にシェーカーで適当にシャカシャカしてからジンジャーをちょっと入れれば、赤ワインとイチジクのカクテルの完成です。you